はい、どうも皆さんこんにちは。本日もダイパリメイクやっていきましょうか。で、今日なんだけど、ファイトエリアのバトルタワー、さらにそこの景品コーナーに来てます。ではなぜ景品コーナーに来てるかというと、なんとね、あのとある限定アイテム、こちらで交換することができます。で、バトルポイントと交換することができるわけなんですが、下の方をスクロールしましょうか。で、下の方をスクロールすると、ほらやってきた、ミントがたくさんありますよ。例えば穏やかなミントであったりとか、おとなしいミントであったりとか、慎重ミントであったりとか、様々なミントがこのような形で存在します。で、このミントっていうのがすごく重要になってくるんですよ。じゃあなんで重要かというと、オリジナル版15年前のダイパには存在していませんでしたが、性格補正を変えるミントっていうのが今作でも登場します。まあ15年前存在しなかったんですが、過去作では存在しました。まあ剣盾とかやってた方であれば、まあ、結構記憶に新しい方が多いんじゃないかなと思いますね。で、このミントっていうのがね、ダイパリメイクでは殿堂入り後に行けるこのバトルタワーのみでしかゲットすることができません。もしかすると今後、まあ、配布イベントはさすがにないか。まあ現時点ではこちらのバトルタワーの景品コーナーでしか交換することができないんで、ぜひこちら入手場所を覚えておいていただければと思いますね。で、この性格ミントは利用したポケモンの性格補正は変更可能で、相当重要になってきます。ですので、例えば陽気のポケモンがいるとすると、それをね、まあおとなしいに変えたりとか、無邪気であれば、まあ、生意気に変えたりとか、このミントを使うことによって好きに性格を変更することができます。いや、これやばいよな。ポケモンの世界だからこそ許されているけど、リアルの世界だとこれやべえぞ、相当。まあそういった形になってますね。ですので、ミントっていうのは相当重要になってきます。で、15年前のダイパではこういったね、アイテムっていうのは存在しなくて、まあその頃と比較すると、やっぱりね、ポケモンの厳選っていうのはだいぶやりやすくなってるのかなと思いました。まあポケモンの厳選ってさ、個体値だけじゃなくて性格も重要になってくるし、っていうかさ、せっかく理想の個体ゲットしたとしても、性格が思ってたのと違ったら、あーってなっちゃうじゃん。マジでそれなんですよ。ですので、かなり重要になってくると思います。で、ミントはまあ救済措置みたいな感じかな。まあ性格もですね、まあ、とあるアイテムで遺伝させることができるから、まあ厳選自体は今の環境やりやすいんですが、ただそれでも、まあ性格をミスってしまったりとか、まあいろいろな理由でやらかしてしまったとか、あとは型を変えたりとか、そういった場合はこのミントを使うことになるんじゃないかなと思いますね。まあ今の厳選環境だと、まあ型を変える時ぐらいしかミント使わないんじゃないかなと思うんですが、ただまあまあまあ、ミントの存在っていうのは知っておいて損はないと思うから、ぜひね、こちら覚えておいていただければと思いますね。ただまあミントの存在に関しては過去作やってる方であれば、まあ、ご存知かと思うんで、いちいち細かいところの説明は必要ないと思っているんですが、まあこういった形で、ミントがたくさんありますよっていうことを覚えておいていただければと思いますね。ちなみに、すべての性格のミントがこちらに揃ってます。ですので、本当に好きな性格に変更することができるんですよ。まあこれはね、そう思うと相当でかいんじゃないかな。まあ性格の厳選ってさ、個体値の厳選よりかははるかに簡単なんだけど、ただそれでもね、親の性格も厳選しないといけなくなっちゃうからさ、あれはあれで面倒だから、まあこういったミントで片付けるっていうのもありかもしれませんね。まあ50バトルポイントっていうところで、まあ妥当なバトルポイントだと思うから、まあバトルポイントね、こちらに使っても問題ないんじゃないかなと思ってます。あとまあこれとは別に、前の動画でも話していたんですが、銀の王冠っていうアイテムがございます。まあ金の王冠に関しては、バトルポイントと交換することができないんだけど、銀の王冠に関しては交換することができますね。まあこちらも重ねて覚えておいていただきたいんですが、こちらもね、相当重要なんですよ。で、以前の動画でも話していましたが、銀の王冠に関しては、この男の人に喋りかけると特別な特訓をしてもらうことができます。ただその対価として銀の王冠を渡さないといけないんで、ただこれを渡すと、一つのステータス、個体値をマックスにしてもらえます。なので自動的に V になるんですよね。なのでミントであったりとか、あとは銀の王冠っていうのはすごく重要になってくるから、特に対戦環境においてはすごく重要になってくると思うので、
ですのでこちらぜひ覚えておいていただければと思いますね。よろしくお願いいたします。まあそんな感じかな。いやーけど50バトルポイントってさ結構絶妙ですよね。どうなんだろう。まあ確かにきついっちゃきついけどめちゃくちゃきついってわけじゃないからまあそんなに難しくはないんですよね。ハードルは低いのかなと思ってます。ですのでもし性格を変えたいポケモンがいるんであればまあ積極的に使っていくっていうのもありじゃないかな。まあ技マシンがね別途あるからさちょっとこっちもう一回入りたいんだけど、そうアイテムの他には技マシンがこちらでね交換することできるんですよ。多分こちらに関しても 95% ぐらいの方が知ってるんじゃないかなと思うんですが、こういった形でたくさんの技マシンが存在しまして、でそれをバトルポイントで交換することができます。で今回ですね技マシンがね15年前の作品と同じで使い捨てになっているんですよ。これね相当しんどいよな。だってさ剣立ての時は技マシンって使い捨てじゃなかったんですよ。ですので技マシンを使い回すみたいなそういった環境に慣れてる方が多いからまあすごくストレスに感じるんじゃないかなと思いますね。でこの中で特に重要な技マシンっていうのがたくさんあって、まあ例えば地震だったりとか、であとはまあ瓦割りとかどうなんだろう、まあ使うか、あとまあヘドロ爆弾とかも結構使うと思うし、まあ電磁波も使いますよね。でこういったのがね使い回しできないっていうのが痛いわ。あと波乗りも使えるからねここで。いやーこれかなりきついよな。なので技マシンにバトルポイントを割くっていうそういった機会もあると思うから、まあ考えてバトルポイントは交換していくっていうのもありかもしれませんね。まあ優先順位としてはまあ王冠とミントとあとは技マシンって形になるのかな。まあ地震に関してはね本当にかなり使うと思うから相当重要だと思いますよ。あらゆるポケモンが使うと思うし、しかも強力な技なんで、ぜひねこちらも考慮していただければと思いますね。よろしくお願いします。ちなみにさっきも言った通りダイパリメイクでは殿堂入り後に行けるこのバトルタワーでのみミントは交換することができます。ですので他の形では入手することが原則できないから、まあ、基本的にはバトルタワーで潜りまくってバトルポイント貯めていくしか方法がないんですよね。なので当面の間はある程度強いポケモンを育ててそれでバトルタワーに挑んでひたすらバトルポイント貯めていくっていう、まあ、そういったやり方が現実的じゃないかなと思いますね。まあ、それが多分ね、まあ、最高率の入手方法になるんじゃないかな。でミントとか銀の王冠とかある程度ゲットしたらそれを元にまたね強いポケモン作って、でそれで万全の状態でまたバトルタワーに挑むみたいな感じかな。まあバトルタワーに関してはね本当にエンドコンテンツって感じだから、っていうかさエンドコンテンツって本作バトルタワーしかないよな。本当に多分ねバトルタワーしかないんですよ、悲しいことに。まあ他のところがねあればいいんだけどさないからな。エンドコンテンツと呼べるかどうか分かりませんが今作ではジムリーダーと再戦することができます。まあこれもかなり個人的にでかいんじゃないかなと思っていて、例えばこの白帯のジムであれば確か誰だっけ、ここちょっと待って誰だっけな、誰でしたっけ、ここかちょっと忘れたけどさ、あの格闘の女の子でしょ。でもう一回ジムリーダーと再戦することができるんですよね。でさらに強くなったジムリーダーと戦うことができるから、しかも確かに毎日戦うことができるから、まあ、これもねエンドコンテンツとしての楽しみ方の一つかなと思ってます。あとはもちろんね四天王とも戦うことができるから、まあ、そこら辺が代表的にはエンドコンテンツになるのかなと思いますね。なのでそういったところも踏まえながらミントもゲットして王冠もゲットして技マシンもゲットして強いポケモンを育成していくっていう感じになるのかな。いやー本当に大変ですよ、マジで大変でござるよね。本当それよ。まあ最初の頃は50バトルポイントっていうのはかなり難しいんですが、ただ慣れていくと簡単にゲットできるようになると思うんで、ぜひね皆さん積極的にバトルタワーに挑んでいきましょう。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくねポケモンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、じゃあねー。